九州大学文学部人文学科2年 IQ ラボ所属の渡辺典子と申します。本日はこのような貴重な発表の機会をいただき、非常に感謝しております。どうぞよろしくお願いいたします。私の今回の発表のテーマは、新入生サポートを行う視点、それぞれから見たオンライン授業となっています。私は昨年学部1年生として入学し、キャンパスで授業を受けたことがない状態でオンライン授業を受けました。その後、学生組織である IQ ラボに所属し、学生自らがオンライン授業のサポートを行うクイック Q の開発を間近で見てきました。今回の発表では、新入生がオンライン授業に実際にどのように感じていたのかであったり、またこの1年間でどのようにそれが変わっていったのか、そしてどのような問題が残されているかについて、一学部学生の考察ではありますが、お伝えできればと思っております。それでは初めに、オンライン授業に対してどのような感情を抱き、それがどのように変化したのかについて、このように絵文字してみました。入学した当初はキャンパスライフへの憧れであったり、パソコンだけで授業を行うことへの不安もあり、オンライン授業へはあまりいい印象は持っていませんでした。早く対面授業が行ってほしいと思っていたのですが、学部2年生になった今は対面授業よりもオンライン授業の方が心地よく感じるようになっています。それではまず、入学当初抱いていたオンライン授業の具体的な感想の方から共有させていただこうと思います。私が入学した当初に感じていた不安は以上のようなものが挙げられます。1点目はパソコン使い慣れておらず、セットアップに苦労したことが挙げられます。高校生まであまりパソコンを普段の学習で使うという経験がなかったため、文書のみの指示によるパソコンのセットアップはかなり難しく、自分が行った作業が合っているのかを確認することができなかったことがかなり要因として挙げられるかなと思っています。2点目の履修登録に関しては、仕組みが複雑で、実際に私の周囲で必修の単位に気づかず取り逃してしまったっていう事例もありました。また、いざ授業に参加しようとしても、リンクをクリックしてもアプリごとに操作が異なって、なかなか授業に参加できないということもありました。授業に参加してもの、ブレイクアウトルームでいきなり初めての方と話すと、グループワークとして行うのはちょっと難しかったり、で、ビデオモーフの場合はなおさらちょっと難しいなというふうに感じることも多くありました。これらの不安に加え、一人で実家で授業を受けていると、キャンパスの同じ教室で授業を受けている場合とは異なり、授業前後に周囲と気軽に話すことができないことが挙げられます。次に、オンライン授業で良かったと感じた点についてです。オンライン授業の場合は、授業の内容が自分のパソコンの画面に表示されているため、スクリーンショットを行うことで授業の内容を正確に残せるほか、音声情報に集中できるため記録を残しやすいことが挙げられると思います。また、自由に使える時間が増え、家族と時間を過ごしたり、別のオンラインセミナーを受けたりと、行動の選択肢も広がったように感じました。しかし、このような良かった点の一方で、問題点が多く存在していたしてしまったため、結果的に入学当初はオンライン授業に対してあまり肯定的ではありませんでした。しかし、この1年間で様々な改善が行われ、この状況がどのように変わっていったのかについて紹介していきたいと思います。私はこの PC に使い慣れておらず、セットアップに苦労した、履修登録につまずいた、授業の内容より授業に入るまでが大変という3つの問題は解決したと思っております。この解決には冒頭で紹介したクイック Q の取り組みが関わっています。それでは、各自の事例について詳しく説明していきたいと思います。まず、1点目のパソコンのセットアップについてですが、これを解決してくれたのは、2021年度新入生に向けたパソコンセットアップの解説ビデオです。この動画は YouTube 上にアップロードされた完全オンラインのオンデマンド解説であり、過去の問い合わせを分析し、つまずきやすいところを踏まえて作成されています。加えて、副教材として LINE を活用しており、わからないところは LINE で問い合わせればボットが対応するというふうになっております。動画の画面キャプチャーはこのようになっています。実際の画面の稼働の様子が多く使われており、自分の画面と比べて確認することができます。続いて、2点目の履修登録の問題を解決してくれたのは、この学務 LINE です。この学務 LINE は、問い合わせの際の窓口をワンストップ化することを基本にしており、何か問い合わせをする際にどの窓口か悩まなくても、まずはこの学務 LINE を使用することでたらい回しを防ぐことができるほか、大学側としても効率化を図ることができます。で、実際にこちらが使っている様子です。自分が問い合わせたい窓口のボタンを押すと、詳しい内容を見ることができます。例えば、履修登録について知りたい場合は、ボタンを押すと、外部の詳細ページに飛ぶことができます。また、このように表示された情報の中に知りたいものがなかったときは、このようにボットで対応しており、こちら動画の方なんですけど、
もしここに知りたい情報がなかった場合は、ボート機能を通して情報を得ることができるようになっています。今回の事例では、私が実際に悩んだ履修登録の際に、履修に落ちてしまった場合の解決策についてのボットの対応となっております。と、最後に3つ目の授業の参加の接続方法については、オンライン授業サポート専用の LINE によって解決されました。と、こちらの LINE はオンライン授業に関する情報だけで終わったものであり、問い合わせの99%がボットの対応可能であり、学生は知りたい情報を瞬時に得られる上、サポート側もお手間がかからないというふうになっております。と、このような改善から、現在オンライン授業を受ける障壁はかなりなくなったことから、オンライン授業は快適であり、学習しやすいものとなっています。しかし、まだ問題点が完全に解決したわけではありません。一つ目の問題点は、従来の授業形態をそのままオンライン授業に導入することへの限界についてです。授業の内容に関しては、これまで先生方が質問時間を設けてくださったり、ブレイクアウトルームを作ってくださったりと工夫をしていただいているおかげで、対面授業と近い内容を受けることができています。しかし、どうしてもオンラインでは対面と比べて、例えば見ず知らずの人といきなりブレイクアウトルームでグループワークとなっても沈黙してしまうなど、うまくいかないことがあります。そのため、無理に対面授業を再現するのではなく、オンラインならではの特性を生かした授業を模索することが案としてあげられるのではないかと考えました。例えば、私の研究室ではコメントスクリーンという機能を使用しています。これは自分のスマートフォンで専用のチャットを入力すると、パソコンで表示されている先生のスライド上に一時的に文字が表示されるという機能です。この機能を用いれば、授業の邪魔をすることなく、質問を生徒と教員で共有することができます。二つ目の問題点は、生徒間の交流の少なさについてです。通常の対面授業であれば、授業前後に学生同士でコミュニケーションを取ることもできるんですが、初対面でいきなりオンラインだと話しづらい上、授業が終わってしまうと、物理的にコミュニケーションが取りにくくなってしまいます。文系の私は、実験などの実技が少なかったため、対面授業も少なく、授業で知り合って友達になった人は一人しかいないという現状もあります。この部分については具体的な解決策は見出していないんですけども、ハイブリッド授業なども視野に入れながら考えていく必要があるのではないかと感じております。最後にはなりますが、これらの問題が解決されれば、オンライン授業が学生の理想になっていくのではないでしょうか。以上で発表を終わります。ご清聴いただきありがとうございました。